スカンエアは、1961年から1994年まで、スウェーデンのストックホルムブロンマに本社を置いていた、チャーター便の運航会社である。スカンエアのエアバス A300 バイト2から1シーダグラス、DC-8 から33ボーイング727から100スカンエアは、1961年6月に、スカンジナビア航空の子会社として、デンマークで設立された。 初期の頃は、ダグラス DC-7 を使用し、スペインや北アフリカへチャーター便を運航していた。1965年に本社をストックホルムへ移し、スカンジナビア航空の保有するダグラス DC-8 での運航も開始した。間もなく、2機のボーイング727も機材に加わり、スカンジナビア周辺地域で最大のチャーター便運航会社となった。 マクドネルダグラス DC-10 から10等期にはカナリア諸島やスリランカ、タイ、オーストリア、ドイツ、スイスなどのリゾート地へチャーター便を運行していた。定員を増やすためエアバス A300 を導入したが、さらに定員の多いマクドネルダグラス DC-10 へ置き換えられた。スカンエアは1980年代には年間200万人に利用されたが、 1994年1月1日にコンエアーと合併しプレミエアーとなった。スカンエアが保有していた機材は以下の通り、ありがとうございます。